出前館あの新アプリになって結局早押しではなくて早スワイプの要素が残っちゃいましたね。そんで、ね、字がちっちゃいからすぐにどこのお店でどこまで運ぶのかっていうのがパッて見れないんで、例えば運転しながらとかはちょっとできないのは良くなったと思います。一旦止まってから確認してスワイプだから多分その間にもう捉えちゃうんですよね。だから運転しながら撮るっていうのはできなくなっちゃったんで、ほとんど常にまあ止まった状態じゃないと厳しいですね。まあいいんじゃないですかね。以前だともうなんか40分ぐらいかかるようなところが出てきて、ザーッと出てきてそれ間違ってコタップしたら行かないといけなかったかですね。それにしてもなんで出前館ってキャンセルできないんでしょうね。厳しいですね。